並ぶべきもののない豪を誇るタウラスのゴールドセイントアルデバランだった。死竜たちをいとも簡単に弾き飛ばすとは。勝手にこの金牛宮を通り抜けることは許さん。このお牛座タウラスのアルデバランがな。なんだその構えは。戦う気がないのかアルデバラン。ブロンズごときにゴールドセイントが構えを取るとでも思っているのか。お前と俺では戦うには実力が違いすぎる。なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野牛だ。この奴か。まさしく奴は黄金の野牛。このタウラスのアルデバランが相手をしてやる。ファイト。このままでも十分お前を倒せる。ペガサス流星剣。言ったはずだ。その金牛球は倒産。どうなっているんだ。構えてもいないって言う。くそ。ペガサス流星剣。しまった。まだまだ。あの腕組みがすでに攻撃態勢になっている。まるで剣法の合い切りだ。それでも食らえ。まだ生きていたか。しまといやつ。それが正しいパワーだ。ペガサス流星剣。しまった。ペガサス流星剣。ゴンズのくせに生意気だ。焦っているのかい。アルデバラン。ペガサス流星剣。ゲームはウィナー。ブロンズセイントだからって甘く見てちゃダメだぜ。コスモが消えそうだ。うわあ！ゴールドセイントとの力の差がここまでかけ離れているとは。どうすればアルデバランに勝てるって言うんだ。剣を抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後その効力を失う。いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。グレートホーンを封じるためにはお前の剣を抜かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。ふん、それが分かったからどうだというのだ。貴様の実力ではどうあがいても俺の剣などを抜かせることなどできんわ。抜かせてみせるさ、この流星剣で。信じられん。聖夜の剣がビッグバンを起こすと。どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。生意気な。その黄金の角、へし折ってやる。おい聖夜、一気に葬ってくれるぞ。ファイト。グレート。俺のこの黄金の角をへし折るだと。まだまだ。ペガサス。もしそんな奇跡的なことができたら、俺はあっさりと敗北を認めてくれる。アルデバラン。聖夜。さすが俺の構えを任せてくれ。ペガサス。いい気になるなよ。これだけか。まさか。ペガサス。この感覚が著しく得たいのことだ。コスモは増大した。へぇー。まさか。コスモの究極。戦士。
覚め始めた。ムーの教えてくれたコスモの究極、俺のセブンステイシーに目覚めろ。ブロンズの実力など高く知れてるな。私とお前とでは実力が違いすぎて。ウィナー、ウィナー、ゴールドセイントの強大さを知ったぜ。ちょっと手加減しすぎたかな。聖夜のコスモが大きくなっている。傷つき倒されながらも成長しているというのか。この男、もしこのまま成長すればゴールドセイント12人をもしのぐセイントになるかもしれん。ぬっ、聖夜のコスモが消えた。どこだ。ここだ、アルデバラン。約束通りその角もらった。何？どうだアルデバラン、約束通り黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。確かに俺の負けだ。せいや、このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいい。せいや、この金牛球は通してやる。だがこの先も同じように行くと思ったら大間違いだぞ。ゴールドセイントを決して侮るな。分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。